ファーストフォリオのトロイラスト・クレシダの表紙の副写トロイラスト・クレシダとはウィリアム・シェイクスピア作の悲劇1602年に書かれたと信じられているトロイラスト・クレシダは主人公が死なないことで従来の悲劇とは異なりシェイクスピアの問題劇の一つに数えられているその代わりに劇はトロイの英雄ヘクターの死と トロイラスとクレシュダの愛の破局で思うもしく、幕を閉じる。またトーンも、劇全体を通して、わい雑な喜劇から、陰鬱な悲劇の間を揺れ動く。そのため、読者、観客は、どのように受け止めればいいのか困惑してしまう。しかし、劇のいくつかの特徴的な要素は明らかに、現代的という見方をされることが多い。ジョイス・キャロル・オーツは次のように述べている。 シェイクスピアの戯曲の中で最も頭悩まされ、意味のつかみにくい、トロイラスト・クレシダは、現代の読者に現代劇の印象を与える、たくさんの不義についての吟味、悲劇ぶることへの批判、人間の命の中にある本質的なものと、ただ存在するだけものとの間の暗黙の議論、それらは20世紀のテーマである、これは特殊なタイプの悲劇、印象的な悲劇では、 不可能であったものに基づいた悲劇。ところで、トロイラスト・クレシダの4折版のタイトルは、ザフェーマスイストリ i オブトロイレスクレシードで、歴史劇と歌っているが、ファーストフォリオでは悲劇に分類され、タイトルも、ザトラジュディオブトロイレスクレシダになっている。さらに、ファーストフォリオの原版でこの劇のページに番号が付けられておらず、目次のタイトルも、 明らかに後から押し込まれたものであることが謎に輪をかけている。研究者たちはこの劇がかなり遅い段階でファーストフォリオに加えられ、空いたところに加えられたのだろうと見ている。チョーサー、トロイルスとクリセーで、トロイラスとクレシュダの物語はギリシア神話ではなく中世の物語である。シェイクスピアはいろいろな財源を使った。例えば、ジェフリー・チョーサーの トロイルスとクリセイで、ジョン・リドゲートのトロイの書、ウィリアム・キャクストン翻訳のトロイ史修正がそうである。アキリーズを戦場へ向かう、要説得する下りは、ホメーロスのイーリアスと中世、ルネサンス期の様々な改作から引いている。この物語は1600年代初頭の劇作家に人気のあるものの一つで、シェイクスピアは同時代の演劇から着想した。 トマス・ヘイウッドにもトロイ戦争及びトロイラスト、クレシダの話を描いた二部作、ザイアン・エイジがあるが、シェイクスピアとヘイウッドとどちらが先に書いたかはわからない。さらに、トマス・デッカーとヘンリー・チェトルも、シェイクスピアと同じ頃に、トロイラスト・クレシダという劇を書いたが、こちらは、あらすじの断片が残っているのみである。1609年の4折版の表紙、トロイラスト・クレシダは、 ハムレットを完成させた直後の1602年頃に書かれたものだと信じられている。四折版は1609年に2種類出版された。その当時上演されたかはわからない。というのも二つが矛盾しているからで、一方は最近舞台で上演したばかりとあるのに、もう一方はまだ舞台にかけていないで新作と序文で歌っているからである。 書籍出版業組合の記録に登録されたのは1603年2月7日で登録した書籍証券印刷屋のジェームズ・ロバーツはシェイクスピアの劇団である宮内大臣一座によって上演された劇と言及している。しかし出版はされなかった。1609年1月28日に文房具賞のリチャード・ボニアンとヘンリー・ウォリーが再登録してその年のうちに 最初の四み寄り版が出版されたが、一つではなく二つあった。最初のものには、グローブ座において、キングス・マジェスティーズ・サーバンツによって演じられると書かれ、もう一つのものでは、グローブ座への言及が省略され、トロイラスト・クレシダはまだ劇場にはかかっていない新作という長い書簡が、序文に付けられていた。注釈者の中にはは、 トロイラスト・クレシダは1600年から1602年頃に作られたが、1609年の印刷の直前に大きな改定がなされたとして、矛盾を解決しようとした。トロイラスト・クレシダは、その通列な性格が注目に値し、1605年から1608年の間に、シェイクスピアが書いた戯曲と似ている。もしこの劇が改定されているとしたら、 元々のものは1600年頃に、シェイクスピアが書いた、沖にメスママ、ジュニアのような、明るいロマンティックコメディで、暗い素材はは、後の改定で加えられたもので、その結果、トーンと目的が混濁してしまったのかもしれない。クレシダ、トロイラスとクレシダの一場面時代は、トロイ戦争の末期で、ホメーロスのイーリアスで言うと、 アキレウスの参戦拒否からヘクトルを倒すまでが描かれる。トロイラスとクレシダには二つの筋がある。一つはトロイの王子でプライアムのコトロイラスとクレシダの話である。クレシダに求婚していたトロイラスは願いがかないクレシダとセックスする。しかしクレシダはギリシア側にいた父親カルカスのもとに引き渡され、二人は離れ離れになる。別れ際二人は 永遠の愛を誓い合う。その後、トロイラスは、ギリシア軍の陣を訪れる機会を得て、クレシダの様子を見に行くと、クレシダは、ダイアミディーズに口説かれている最中で、クレシダもそれに応じようかどうしようか悩んでいた。トロイラスは、愕然とし、復讐を決意する。もう一つの筋は、アガメムノンとブライア無料大将を軸とした、トロイ戦争の描写で、こちらの方が、 作品に占めるウェイトも大である。アガメムノンたちは傲慢になって戦争に参加しないアキリーズを戦場に借り出そうとしている。そこにトロイの英雄ヘクターから一対一の対決を望むという挑戦が来る。アキリーズに任せたいところだが作詞ユリシーズの提案でエージャックスを相手に選ぶ。しかしヘクターとエージャックスは血のつながりがあるので和解する。 その後、戦争で、アキリーズの親友、パトロクラスがヘクターに撃たれる。アキリーズは復讐のため戦場に飛び出し、ヘクターを殺す。ヘクターの死を知らされ、トロイはショックを受けるところで、劇は終わる。トロイ戦争の結末はこの劇の中ではつかない。不可解かつ新規な性格のため、トロイラスとクレシダは滅多に舞台にかかることはなかった。シェイクスピアの存命中にも、 1734年から1898年の間にも上演されたという記録はない。王政復古機、ジョン・ドライデンがリライトした。ドライデンは、その意図をゴミの山に埋もれた、シェイクスピアの陰文の宝石を発掘するつもりだったと語っている。さらに、言葉遣いも、ドライデンなりに改善した。ドライデンは会議のシーンを簡略化し、エイジャックスと、 アキリーズのライバル関係を際立たせた。しかし、ドライデンの最も大きな変更点は、クレシダのキャラクターで、最後までトロイラスに忠説を尽くす女性にしたことである。露骨な性的によは、ビクトリア朝の人々にも咎められた。そのため20世紀初頭までオリジナルでの上演はなく、徐々に人気が出始めたのは、第一次世界大戦以降で人間の不道徳。 幻滅がシニカルに描かれていることがその要因だった。ありがとうございます。